1.1微マイナス2ナフトールは繊維金属触媒を用いた不正構成にしばしば用いられる有機化合物である。バイノルは軸不正を持つため2つの光学異性体があり、それらは光学分割することができ、通常、ラセミカは起こらない。各々の,の,の光学異性体の非線高度はマイナス35.5である。バイノルは重要な不正配子である。 BINAP の原料でもある。バイノルを合成すること自体はそれほど難しくはないが、それぞれの光学異性体を分離するのは困難である。例えば、バイノルのラセミ体はニナフトールから塩化鉄を酸化剤として用いて合成することができる。反応は、ニナフトールのヒドロキシ元で鉄と作体を生成した後に、ニナフトールの管がラジカル的にカップリングすることで起こる。 この際、鉄は酸化から二化へと還元される。また、バイノルは、塩化銅と引くアンフェタミンを用いたニナフトールの不正酸化カップリングによって直接作ることができる。高額活性なバイノルはラセみたいのバイノルの高額分割によっても得ることができる。一つの例として、シンコニジンから誘導されるキラルな第四級、アンモニウム使用である N、ベンジルシンコニジニウムクロライドと、 結晶性の放摂化合物を形成させる方法がある。バイノルの S 体の放摂化合物はアセトニトリルに溶解するのに対して R 体は溶解しないことからそれぞれを分離することができる。もう一つの方法はバイノルをペンタン酸クロリドのようなカルボン酸塩化物と反応させてジエステルとした後に牛水い臓由来のコレステロールエステラーゼのような酵素を加える方法である。 S 体のジエステルのみが加水分解し、R 体は加水分解しないため、二つを分離することができる。また、キラルな固定症を持つ HPLC を使って分離することもできる。バイノル誘導体は BINAP など多くの種類がある。そのうち、アリビスと呼ばれる化合物は水素化、アルミニウムリチウムとバイノルの反応によって合成される。 シクロヘキスノンやマロンサンジメチルとともに、不正マイケル負荷に利用されている。ありがとうございます。